おいよ、お待たせい。おはようございます。おはよう。すいませんね、忙しいところ。いやいや、全然全然。ちょっとこの前のあの話といいますか、うん、あの心持ちどうしようかっていうところで、はい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 、ちょっとあの今起きてるメンツ見てアンダーボスが千代田さんだけだったんで。そうね、はい、千代田さんにお話ししておこうかなと思って。了解。お時間もらってる感じです。 OK。 結論から言います。はい、入りたいです。オールインさん。まあ、ちょっと正直悩んだんですけど、うんうん、大型もめちゃくちゃ面白かったですし、うんうん、でもこれって多分オールインさんの中でやってるから面白いんだろうなっていうところもやっぱ肌で感じてる部分あって、うん、高いレベルで大型やっていきたいなっていう気持ちもあって、うん、みんなすごいよくしてくれてますし、うん、他行ってこの空気感でやれるのかなっていう心配もちょっとあって、うん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 、で自分がやりたいのが内政外交ですけど、うん、ちょっとやっぱりあの若干オールインさんで体験して肌で感じて、うん、少し変わりました。いきなり内政外交ってよりは、うん、割とこう最初は戦闘員として揉まれた方がいいのかなっていう結構差を感じたんで、やっぱ、はい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 、ここの差がある程度埋まって他の人から信頼もらわないと、うん、中の管理だったり外の管理だったりっていうところまでたどり着けないと思うんで、うん、まあ本当に高いレベルで揉んでもらってみんなの信頼信用を得て、そこで初めてなんかじゃあ中のこれやってみようとか外のこれやってみようっていうところまで頑張りたいなと思ってるんで、うんうんうん、はい、それを今のオールインさんのところで、あとまあ、最終的にはオールインさんからどういうお返事をいただけるかっていうところだと思うんですけど、うん、気持ちとしてはこの前までのふわふわしてた体験っていうよりは、うん、しっかり、入ってやりたいですっていうところでちょっと体験させてもらえばなと思ってます。うんうんうん。俺も日頃の最初外交内政やりたいって言ってくれてて、はい、こういう話しててさ、なんか意思伝達の速さとか、はい、飲み込みの速さとか、はい、そういうとこ割と正直、うん、オールインのメンツって正直外交とかあんまり得意じゃないというか、まあ、頼りきりというか一部の人に頼りきりなところがあって、はい、そういう人が足りひんかったから、そういう大人な人材は俺は個人的にすごいいいなって思ってたし、はい、まあ最初から内政外交っていうのはさすがにできないか、多分事情とか何も知らない状態でと絶対無理やから、まあしばらくちょっとそういう戦闘員とかで揉まれてみてっていう判断も正しいと思うし、まあ今正直ギャングの場合はボスがおらんとやっぱ入れれたりできひんから、そうですね、うん、ちょっとそこはボスに最終的に言う必要はあるけど、はい、日頃からも俺からも言ってちょっと前向きに俺も考えます。はい、ありがとうございます。うん、お願い。ありがとうございます。ちょっと意思の伝達だけと言いますか、一時疎通だけ。いや、よかった。でもなんかちょっとこの前せかしちゃったかなと思ってんけど。あ、いやいや、もうね、自分も正直なんかこのふわふわっとしたまま体験してるのが、うん、なんかオールインさん側も気使うだろうなというか、はいはいはい、対処の仕方が困るところはあると思ってたんで。まあまあそうやね。一応ね、メタルスクラップとか持ってきてるとはいえ、うん、その大型もやっぱ分配もらってますし、うんうん、銃とかね、物資もずっと借りっぱなしの状態でやってる感じなんで、うん、なんかこう変に都合よくなっても嫌だなと思ってたんで、入るんだ、うん、体験するんだったら体験するで、うん、やっぱちゃんと入りたいだったら体験する、もう入りたくないんだったら体験終わりにするっていう0100してた方がいいかなと思うので。そうね、はい、結構考えたんですけど、うん、助かった。前向きにやらせてもらえばなと思います、体験を。まあボスに直接言うのは怖いと思うけど、まあもう全然そこは大丈夫、うん、はい、もうそこを怖がってちゃ何もできねえんではい、はい、そうね、はい、そこはもう言います。まあまあ一緒に時間を積み重ねていけば多分分かっていくと思うけど、好きにしてって言われたらそれは OK ってことですか。そうああじゃあ分かりました。それだけ聞いておけば心の準備ができたかもしれないです、うん、燃えてって言われる可能性もあるけど、口癖やから気にせんでいいよ、はいはい、燃えてって言われたらノーってことですか。いや、皆まで言うな的なことやと思う。普通に口癖やね、燃えては。あ、そうなんですか。うん、じゃあ本当に断るときはちゃんと断るんですね。ボスが断るとき、はい、無理って言うんですか。無理って言うね。ああ、まあでも分かりやすいですね、シンプルで、ね。でももうええって使うときもあるかも。その話もうええってって言ったら、じゃあ結構マイナスに考えてるとき。ああ、うん、分かりました。
まあ、まあ、そでの時は、も、うんありがとうございましたで、まあでも、経験にはなってるんで、うん。うん。めちゃくちゃ。ありがたい時間なことには変わらないので。いや、意思固めといてくれたのはかなり助かるし、ボスもやっぱり、この前一旦相談してんけど、実は、どうあ、する自分みのたいな話ですか？話にそうなったんやけど、やっぱ本人の意思が一番大事っていうのがボス言ってて、もちろんそうやなって思ったし、だから、仕事としての今どういう状況なのかなってのを聞きたかったっていうのもあるし、うん、本人の意思がそれで固まったなら、あとはね、ボスに言うだけやから、これは問題ないかなって思うよ。あんまり、なんか、緊張せずにというか、まあ、難しい話だと思うけど、悲観的に考えなくても大丈夫なんじゃないかなって俺は思うから。うん。わかりました。ありがとう。ありがとうございます。とんでもないです。ちょっとボスが来るまでなんかふわふわした時間になっちゃうのかもしれないんですけど、うん。そう改ね、めいてよろしつくお起願きいしてまくるす。かわからんけど、よろしく。そうですよね。わかりました。ありがとうございます。はい、あざす。よろしくお願いします。ありがとうはございます。い、お願い。いやー、本人の意思固めてくれるとやりやすくて助かるな。結構まあ、せかしちゃったかな、この前って思ったけど。早めに固めてくれてよかったですね。まあ、あとは、ゆっくりね、ボスの起きてきたタイミングで話して。まあ、ボスは、本人の意思が大事って言ってたし、みんなが良ければいいって言ってたから、みんなの意見聞く限り問題ないのかなとは思うね。なんか声聞こえありがる。とう。ちょっと頑張りますね。彼女なんですけど。ありがかす、とう。熱かす。え？大丈夫いか？けるいいけけるる、大か？丈夫、いけるか？いけるか？いけるか？待って待って待って。あ、本当かわいい。に大丈夫。ちょっと待って、苦しい苦しい苦しい。死ぬ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 苦しい。何してる？ちょっと待ってくださいいけね。るか？絶対助けるんでね。少々お待ちくださいね。助けて金槌なりに頑張るんー。あ、で。なんか死んでんな。助けてー。助けてー。死んでんいけるか？などう？やばあ、い、大丈死んでか？ない、大丈夫やばか？い、大丈夫か？酸素が。大丈夫か？死んだ？死んだね死にました。ー。オッケー、行くわ。ねえ、4人目になるっ増えて。たって。ね、まず1人大丈夫ね。ですか？オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。ありがとはい、大丈夫です。う。マジで助かった。よっこいしょっと。ミイラがミイラ取りでミイラ取りになってミイラがミイラです。もう水誰がミイラですミイラか？がいっぱい。ミイラがいっぱいです。いや、でも助けてくれてありがとう。警察、俺らのアジトの前で水没してるわ。仕事と一緒に。ああ、警察助けようとした。ミイラ取りがミイラになった。どこ？チオ。あっちよ。今日しごろかくさん、俺入ったの？なんで戦闘服着てる？そりゃちょっと言えへんかなんで戦闘服着てるよ。な。そりゃちょっと言えへんかも。あ、もうこれ。でも、絶対違オールインの人間が警察助けると思う？う。助けてた、今、チオが。いや。俺、オールイン辞めたから。誰が？俺。あ、今全部嘘ついてる感じだから、これは入っああ、てますね。違う。これ、ブラックジョークね。今のブラックジョーク。全部嘘ついてるから。辞めたってのはブラックジョーク。ブラックジョーク？死語呂格でもほんまに入ってないよ。そうなんだ。なんか最近傭兵的な？いや、傭兵。傭兵って何？いや、傭兵は傭兵よ。傭兵の意味何って。傭兵の意味？戦うときに来てくれる人を依頼して。じゃあ今いるってことは今から戦うってこと？そう。今からじゃあ大型が起きるってこと？そう、今から客船行く。大丈夫？客船の中、貼っとかんで、ね、も最初から貼っといていいよ、客船。薬飲むな。え？飲んでない、飲んでない。薬飲むな。飲んでないよ。やだ。え？飲んでない、ほんまに飲んでないよ。何も知らないですけど、大丈夫ですか？中の心なきが結構体硬くて、頭をね、ずーっと打ってれば倒せるよ。できませんでした。はい？そんなバカな。さあ、アーティ見れる？ S。アーティ。
ワンちゃん、リカクアーティ、いや、一番やりやすいから。アーティ当たろう、アーティあと6分、6分、6分、6分。アーティ準備しろ、アーティ準備しろ。6分でも即受注、即号しよう。いや、即受注、即号を、じゃ、S ヘリ出して。で、仕事と俺地上で、はい。地上で中殲滅するやん。はい。もう中速攻殲滅して、俺が何個か、金品取って、回収して、もうヘリで即逃げチャンネル。逃げチャンネル了解です。あれ、ダイビングギア。自分はもうボンベとか持たずに鉄砲玉でいいですか？うん、大丈夫。あとね、ハサミ欲しい。S。カッターだけ？カッター、カッター、カッター1だけ。殲滅終わったら俺がコンテナ開けていくから、はい、まあ目安3個かなって感じやけど、3個ぐらいもう取ったら撤退するから、そこまでは中で護衛をお願いしたいかな。58中で。今どこいる？え、62よ、62。あ、6個取らずに3個で帰るってことですね。そう、利確したいのよ。1個4000万やから。はい、なるほどなるほど。よし、じゃあ A と B 飲むか。シゴロ A と B 飲んでくれる？1錠ずつ。 いや俺は海逃げでいいけど、シゴロヘリでピックしてあげてほしい。シゴちゃんはどこに待機してる？いや、もうなかなか中 OK。 これね、ヘビ即殺し強襲チャンネル怖いかも。だから俺じゃあそのチャンネルを回避するのがお前の仕事やろ。だから多分俺、だからそんたヘリファイト始まるかもしれん。俺いけるよ。あー、オッケー、お願いします。ヘリファイトあんまりしない方向性でお願いしたい。情報取り優先で。オッケー、じゃあ即下ろしされたらすぐ逃げてていいわ。うん、即下ろしは爆逃げチャンネルで。オッケー。マジどっから撃たれてんの？裏だけ見といてほしい。海側？ OK です。 S はまずヘリ来るか見といて。うん、1個目ー。 S。 え、なんか B の降下時間減った？短いっすか？なんか短くね？早い気がします。前よりなんかクソ短いよね。まだ来てない。2個目了解です。お、ナイスです。ナイス、2個目。これナーフ結構やばいかも。 OK。 約監禁所書き込みでもあり。3個目取った。まだ行けそうやから、まだ行くわ。ここ見ちゃいますか？行こう。ナイスです、行きます。うまうま。しごろね、最初海側見といて。海側 OK です。海で潜ってくるやつが一番怖い。来た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 、ヘリ来た、ヘリ来た、ヘリ来た。 OKOK、 もう逃げる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 。ピックどこですか？ワルタっぽい、ワルタっぽい、ワルタっぽい、ワルタっぽい。ね、46と58の間でピックしてもらって。仕事、仕事乗って、仕事乗って。俺はいい、俺はいいよ。4個目回収チャンネル。真後ろ、真後ろ、アタックきます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 。撤退 CH、逃げます。ない。ただ俺たち金持ちじゃないってバレてる。OK。俺ちょっと今泳いでるから、無線つけっぱにするわ。 OK。 俺飛行場のとこ逃げるから、監禁のとこまで。
できれば監禁とこ先回りしてほしい。ボート出てる、ボート出てる、しよう。オッケー。で、しごろ、俺らのアジト周り張ってる警察がおらんかどうかをちょっと見てほしい。オッケーです、戻ります。飛行…2台張ってます、2台張ってます、張ってますね、2台います。オッケー、オッケー。飛行場これ登って良さそうかな、ちょっと待ってね。オッケー、俺一旦ね、飛行場で隠れるから、飛行場の、インバウンドのところとか来れる？了解です。今ね、2台、撤退したっぽいんですけど、はいはいはい。こう下ろしたかどうか見てないんで。オッケー、S ダウンしてるね。了解です。で、1014で合流して、監禁所ツッコミチャンネルしよう。OK で。チャンネルすぎ。お前何個チャンネル持ってんねんってな。思ったやろ？俺も思った。いや、ナイス。マジでナイス。よし、じゃあ、監禁押すね。ここ。やべ。うひょー！オッケー、1億6000万うめぇ、うまい。1人4000万円ぞ。うまい。最高だ。うますぎる。あ、俺 S 捕まったからちょっと変動あるか。ちゃんとアジト来るんすね、警察車両。いや、多分ね、オールインって特定されてすぐ来たんやろうね。ちゃんとサイレン鳴らして2台来ましたよ。やらしいよな。やらしい。オールインって分かった瞬間それやってくんのよ。でも来た瞬間に帰ってきましたけどね。多分もう後編ロストしてたからね、俺のこと。はいはいはい。それでもういいやってなったんじゃないかな。あ、でも意外と3人とかでもいけるもんなんですね。そう、ね、アーティファクトはまあ言うたらガチャなんよね。あのコンテナの中からその宝石を取り出すっていうミッションで、はいはい、1個あたり4000万やから、言うたら一番その利確っていうのがやりやすい、うん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 、ミッションで、少人数でも俺は割とありやなって思ってるミッションかな。はいはいはい。3人だったら別に2個とかでも全然って感じですか。あ、そうやね。まあ警察の足が相当速い場合はそんぐらいでも全然撤退して OK なんやけど、はいはい、今回みたいに B 飲んでまずサーマル避けできるっていうのと、うんうん、まあ、先行してヘリしか来てない状態やったからもうちょいいけるかなと思って俺はがめつく行ったって感じかな。まあでもS 先輩も生きて帰ってほしかったですね。まあ、完璧ではなかったですね。いや、もうヘリがもう山積みやったな、こっち。まあ、あれも厳しかったでしょうね。完全ベイト役やってもらってたからね。まあ、そうですね。本当に、マジのスケープゴートですね。はいはい。1人当たり3890万です。でけえ！ナイスすぎ、はい、あざーす。ゴチです。これはね、でかいですね。スーパーでかいです。しごちゃんもナイスやったマジで。まあ全然でも俺言われた通りに走ってただけですからね。いや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 、いやマジでナイスやったよ。なんかだいぶ落ち着いてたなって思った。慣れてきた？落ち着け落ち着けって連呼はしてたんですよ途中。こういう時に落ち着かなきゃ、こういう時に。あ、自分に？そう、千代先輩迎えに行く時も車横転したりしてて、車に行ったのかもしれないけど、こういう時に焦らない、こういう時に焦らないってブツブツ言いながら、内心バクバクしながらやってましたよ。あ、そうなんや。うん、まあ、でもね、変なところ冷静でした。なんかこうパトカー2台行ったから行けますとかは。はいはいはい。いや、それマジで、マジでありがたかったよ。監禁所いなかったんだ。いなかったっすよ。いや、監禁張りはさすがにないからね。よいしょ。じゃあ車が1台買えそうだ。いや、そうよね。はい、普通に欲しかった車が買えそうです。かなり稼いでる。かなり稼がせてもらってますよ、体験中に。いいね。えぐいっすよ、1億ぐらい稼いでますもん。おお、超うまいな。うますぎ。すげえ、電車通ってる。見てこれ、電車。あ、そう、電車乗った？しごちゃん乗ってないっす。じゃあ後に乗るか。電車なんて通ったんすか。そうで、俺も乗ってないよね。乗ろうぜ後で。あれどこまで走ってるんですか。町一周線路がある限りじゃない多分。線路がある限り、道が続く限り道が続く限り。どこまで続いてるんだ。
エス先輩にチェックしてもらうの怖いんじゃないですか。確かに。決まってます。おお、やれるってことね。本当ですか。決まってます。ガチ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 。なんて疑いの目だ。いや、やっぱ前科ありやからさ。前科ないよ。本当ですか。本当本当本当。オッケーです。違って、嘘つきだと思われてない。いや、嘘つきとは思ってないですよ。そんな優しくしていただいてますし、めちゃくちゃ信頼してますよ。閉まってた、手前の動画。いけるっすね。閉まってたのと閉まってたらできるっぽい、あれ。まあ多分 S でいいんじゃない。ってお前やばいな、これどういうセンス。これエイム君から借りてんだよ。ああ、エイム君のセンスか。道理でやばいっしょ。うん、やばい。なんか俺たちと見てる景色違うのかもね。いや全然違うと思う、マジで。多分ね、色があればあるほどおしゃれやと思ってるからあいつは。でもおしゃれなやつ、ほんとおしゃれだよね。まあでもなんかステッカーのセンスめっちゃいいと思う。めちゃくちゃいいよね。まあステッカーも人のもの使ってるけど。そこもやばいよね。おかしいよね。人のステッカー普通に使って。うん。これ一緒って言ってやってんの。人が申請したステッカーやけど、まあまあでもまあステッカーはみんなのものやからね。そりゃそうやけど。うん。でも悪くはないよな、別に。良くもないけどね。もう武器捨てん今回。全然いいよ。あのお金だけでいいよ。一切取る気なし。もう、うん、お金だけでいい。で、警察来てなかったら武器取ればいいんじゃない？いや、もう警察、でも武器やってもいらないんだよな、正直。まあね、じゃあもう。すいません、遅れました。車の準備できたんですけど、どっか向かいますか、今から。9274。すいません、行きまーす。ゲイ。あ、やります。はい。俺、最初、対面の9301とかの屋上、キープしとくわ。気をつけてね、行くよ、爆弾しすよ。いいもの見ます。あ、離れて離れて離れて。 B は一旦いいかも。逃げろー逃げろー。 OK、これ土いったで、今、心の泣き湧いた、はい、今から、行きまーす。 OK、 この辺で待機してくれるとこで切ったのかね。そう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 。あ、心の泣き処理してる。入り口待機でいいですか。あの、扉のとこ大丈夫よ。はーい。えぐい。今から人質を動かす。OK、まだ警察来てないよ。で、シコちゃんの扉の方待機してもらって、今から金庫前に人質を動かさせる。OK。で、金庫爆破したら、しごちゃんはそのまま金庫の方に、爆破終わった後に来て、はい、俺は金庫左から、君が右から中の心の泣きを殲滅する。で、僕行けばいいんですか？中の火が燃え移るから、これだけ気をつけて。そう、気をつけて。参るよ。硬いっすね。オッケー、俺奥の方、あのこの手前の右手前の札束回収していいで。警察来てないわ。オッケー、じゃあお金だけ回収して帰ろう。お金とサーマル回収してほしい。一旦じゃあ俺お金だけ回収して、しごちゃんからもらっ、しごちゃんからもらって納品してからこっちまた来るわ、速攻で。それともサーマルまで行ける？お金のワゴンの近くの一つがサーマルやから、そこだけ取っちゃって。お金ともう一個行って。全然それ一気に行ける。オッケー。で、俺に渡して大丈夫。あ、そう、あされるから。武器取っちゃってもいいけどな。オッケー、じゃあ武器前取るわ。しごちゃん、一回取ったところも取れちゃうから、後ろとか。はい。これ合計5箇所あされるとこ。ヘリ来た、ヘリ来た、ヘリ来た。これキャンセルした方がいいですか。キャンセルした方がいい。あ、もう来た。俺に渡してほしい。撤退した方がいい。うん、絶対でいいよ。オッケー、ナイス。渡せました。サーマルもらった、サーマルとお金もらった、今から出ます。オッケー。来てもいいかも。はい。パドカーはまだ近くない。しょ、寝るよ。オッケー、ヘリが見てるからね。出ました。オッケー。俺としごちゃん一回離れる。
うん、離れちゃって。別ルートにしますか。OK です。ルート分けますね。ルート分けよう。はい。上向けへん。これ追われてないかも。追われてる、追われてる。追われてるから B 飲んで、地下入る感じで逃げて。あ、自分ヘリ1台ついてるかもしれないですね。OK。俺の方来てない。多分、しょこちゃんの方行ってる。しごろ持ってる金。自分持ってないっす。オッケー、どこら辺いる今。今、サバゲー会場の周り走ってます。オッケー、1台ぴったりですね。了解。ヘリよね。ヘリです。オッケー。サイレンは聞こえないです。オッケー、俺ヘリ出すから。あ、ごめん、どうしようかな。いや、俺ヘリ出すわ。しばらく車で逃げれる。逃げれます。で、 B もう1畳かある。ありますよ。もし B やったら B 飲んでしばらく動けなくなる時間があるけど、はい、急いでタバコ吸って、はい、で、まあ地下とか直接的にヘリの視界から遠ざけれる場所を使って逃げてほしい、はい、なるほど。今どこら辺いる？ちなみに今ね、ぐるぐる橋、ぐるぐる橋。あ、シゴロダウン。これどこら辺やろ。ググレ橋だかな、多分高速の方かな。オッケー。もう多分されたら連打して。まだ護送されてない。オッケー。事故だったら連打。事故了解。個人信号を出してほしい。警察追われてそうやったら連打して。オッケー。ヘリピックされたら連打してね。あ、待って、ぽいの。いや、違うか。急に7人当たり、サイレンになるけど。やばい、ヘリが見えん。ヘリが着地したら連打して。オッケー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 。サバゲー方面やったら連打して。オッケー、全然わからん。本所の方行くわ。連打し、あ、これ、あれや。護送されてる、護送されてる。オッケー。ヘリよね。オッケー、オッケー、オッケー。南から来るヘリは見張っとくけど。一応、ヘリで見てるけど、本所襲撃ならないラインでしか、戦えないから。あ、来た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 。護送止めた、護送止めた。警察署近く、すぐ来て。ポケちゃん、どこ近く？警察署の近く、すぐ来て。来てる、オッケー。だからもうすぐ行ったくね。いや、生きてる、生きてる。オッケー、仕事回収した。熱っ、千代先輩、熱っ。ナイス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 。これ急いで逃げる。いや、マジナイスマジナイス。熱すぎ、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 かっこよ。ナイス。もうマジっすか。アジト付近、俺見に行こう。あ、でも無理か。いや、もう急いで行くわ。いや、マジすみません。出血気づいてなかったっす。いや、しょうがない。多分ね、プロジェクト A が切れちゃって、その出血の効果が一気に来る。よく死にやすいから、それ。めまいしてたんで気づくべきだったっすね。でも、いやいやいや、もうなんかなんか暗転みたいな。あ、あるね。あ、そうですよね。うん。ガチでうまい、ないぜ。いや、最高っす。なんか護送外れたんよな、綺麗に。あれ、何やったんやろ。いや、わかんないっす。なんかね、警察が勝手に墜落してくれたよね。はい。あ、マジで？いや、マジでナイスやった、今の。やったー。よかったー。あったかー。ナイスナイス。すいません、ちょっと血出てるの気づかなかったっす。全然いい、全然いい。よかったっす、自分金持ちじゃない方で。ね。ドセンパンかますとこだしな。いやいやいや、全然大丈夫よ。縦に分かれるっていうのも刺さってらね。いや、でも連打してくれたおかげやったよ。
結構大変ですね、あれ意思を伝えるの。いやそう、ほんまに難しい。今回の報酬。え、うまっ。うまくね。でも過ぎがちで。ハーマル17個あと3枚とか。いいやん、全然いい。ガチでうめえ。多分なんかワンチャン瞑想か強制瞑想かなとかも思ったんじゃないですかね。ああ、なるほどね。はい、急に止まったんで。なんか、はい、もしもし。もしもし。はい。さあ、今さ、あのボブキャットのことで一点確認があって連絡したんだけどさ。はいはい。オルカがさ、強制瞑想で落としちゃった犯人を持ち帰りがあったって報告受けたんだけど。え、強制瞑想で落としたん、あれ。そう、オルカ。一応俺そのタイミングでアタックしてて、うん、ヘリで、ね、それで落ちたんやと思ってて。そういうこと。オルカが。ああ、なるほどね。運転してて、そう、強制瞑想いっちゃってボトって落としたタイミングで、お体験を隣に乗せてて。あ、そういうこと。体験がもう命大事にで運転席乗り換えて逃げたらしいんだよ。うん。でもなるほどな、そういう感じだったんだな。一応こっちもヘリアタックとあと、うん、撃ってきてくれてる人もいて。うんうんうん。だから結構無事に回収できたっていう。手やってんけど、瞑想やったんや、ね、運転手が。いや、オッケー、了解。じゃあ今回はもうタイミング悪かったってことで。大丈夫、それで。大丈夫。か。一旦それで対応しようじゃん。大丈夫だ。オッケー、あざっす。オッケー、ありがとう、認識のすり合わせ。はいよー。はいよー。うずー。あ、そうやったんや。なんかねー、まあ一応大丈夫なんやけど、はい、あのちょうどタイミングよく強制瞑想入ったらしくて。あ、だから護送外れたんすか。それで護送外れて、でそれ運転手やったから、はい、強制瞑想した人が、はいはい、であの横に乗ってたのは体験やったらしくて、はい、で命大事にで運転席乗り換えて逃げたっぽい。あ、そういうことですか。そうそうそう、けど今回大丈夫って言われてるから、はい、まあ問題ないよ。あ、大丈夫なんですね。うん、よかったよかった。引き渡されるところかと思いました。いやいやいや、ないな。めっちゃ綺麗なタイミングだったんやな。ほんまにちょうどアタックしようっていうタイミングで多分強制瞑想食らったんやと思う、警察。ああ、そういうことですか。まあ、でもなんかどちらにしてもヘリのバチバチは見れた感じしますよね、あれね。そうやね。あろうがなかろうが3人で成功するとやっぱ嬉しいですよね。嬉しいね。4等分でいいよね。うん、4等分してるよ、もう渡してる。あ、もう、はいや。これ仕事ね。1300万、でかっ。うい、ありがとうございます。今日だけでだってもう俺たち3人でいくら稼いだ。いくらですか。もう6000万ぐらい稼いだんですよね。いやもうえぐいぞ。今日の稼ぎえぐいぞ1人。いやこれどうしようね。やっぱ短かったっすか B。 いや多分ね、勘違いかな。先に飲みすぎてて。あ、そういうことですか。短くなったように感じただけかな。